会終了です。ダブルとシングルで、クッションはキャメルの合皮とね、まあ、デニムの、コンビネーションにして、ちょっとここはまだね、ホックつけてないんですけど、ここはスナップボタンにしようかと思っております。で、全体的にちょっとね、緩く貼って、こういうとことかね、で、まあ、デニム特有の当たりが出れば面白いかなと思って、多少、まあ、お客さんのやるときよりはちょっと緩めに貼って、なんか、質感の変化を楽しもうかなと思ってます。で、このね、キャメルカラーはね、あの嫁さんのリクエスト で、うちの子を寝かしたりするとき、こっち側で寝かしてね、あの汚れとかつかないようにっていう一応配慮で、あと、2つね、作って、まあ一応完成って感じなんですけど、まあ見切り完成でね、こんな感じになりました。見事に、2人掛けと1人掛けにで、こっち側はキャスターつけて、動かしやすくしてあります。で、前足をね、少し短くカットして、本来このソファーね、こういう風に角度ついてたんですけど、これをこうフラットにして、座面がフラットなんで寝やすいんじゃないかなと思いますね。転がってっちゃうんでね、そういうのなくて、ローソファーだし、部屋もね、広く感じるんで、ローソファーの方がいい感じになったかな。この辺とかね、ちょっとセルピッチを見してみました青耳こっちもクッションもね、このセルピッチをちょっと活かして、ここでホック止めになるんですけど、ね、セルビッチが外出るように、一応今回これ岡山デニム、まあ、構造によってですね、3人掛けが1人掛けと2人掛けにカスタムできるのは、なので、まあご自分でやるときは心配だったら僕に相談してくださいいきなりぶった切っちゃって、後ですげえ大変になる可能性もなくもないので、そんなわけで、ソファーカスタムでした。